今日は始球式が東京オリンピックの体操で金メダルを獲得した下本大地さんでした。見事な投球でした。バファローズの先発山崎颯一郎、立ち上がりフォアボール2つ、2アウト2塁1塁で佐藤、センターへの打球フェンスの手前でした。惜しかったですね。いや、打った瞬間は行ったかと思いましたけどね。はい。2回のマリーンズです。ランナーを1人置いて9番の加藤拓磨、プロ初ホームランが先制のツーランホームラン。いや、鮮やかでした。いやね、完璧でしたし、このホームランで何かが起こるっていうね、予感はありましたけど、はい、見ていたマーティンも笑顔でした。マリーンズが2点を先行しました。そしてマリーンズ先発の美馬、立ち上がりからずっとピンチだったんですが、この4回ノーアウト2塁1塁、伏見のバント、ファーストレアードの好プレーでダブルプレーにします。今のダッシュね、素晴らしいですよね。はい、ここまではね、完璧にマリーンズペースでしたけどね。そうなんですよね。ここはランナーを置いて藤岡でしたが、ファーストゴロ、そしてエチェバリア三振。ここでね、はい、1点取ってればっていうね、ポイントだったかもわかんないイニングでしたよね。そうですね。2アウト3塁、点になりませんでした。さあ、そして5回のバファローズ、宗がヒットで出た後、吉田正尚、右中間を破るタイムリーツーベースでまず1点を返します。これもね、3ボール2にしてしまったがためにね、宗がね、盗塁の結果ホームまで帰ってきましたよね。はい。この後ランナー3塁1塁、 T 岡田というところ、ここは美馬が踏ん張りました。三振に仕留めたところでマウンドを降ります。で、変わった東が紅林をアウトに仕留めて2アウトまで行ったんですが、ランナー2人置いてモヤ、センターへ逆転のスリーランホームラン。まあ、2アウトまで行きましたけどね、この一振りは効きましたね。いや、効きましたね。打った瞬間でしたね。はい、4対2と逆転です。なおも2アウト2塁1塁で福田、左中間へ2点タイムリーツーベース。5回の表バファローズが一気に6点のビッグイニングにしました。この追加点大きかったですね。はい。6回からマリーンズマウンドに田中を送りますが、吉田正尚に一発が出ます。初球でした。この1点がなんか勝負手だったかなとね、はい、結果的にね、とどめさ取れましたよね。バファローズが突き放します。そしてバファローズ先発の山崎颯一郎、6回ランナーは出しますが、まずレアードを三振に仕留めます。佐藤にヒットを許してワンアウト2塁1塁、ピンチで山口見逃しの三振。変化球続けて2エンド続くから、最後ストレートね、はい、ビシッと決めましたね。最後いい球でしたね。いや、素晴らしかったですね。ここで山崎はマウンドを降りました。6回途中でした。変わった海田が左の藤岡をきっちりと抑えます。マリーンズはこの6回チャンスをものにできませんでした。7回のバファローズ、2アウト2塁1塁から杉本、これが今日3本目のヒット、タイムリーになります。この後着実に点を加えていくバファローズ。T 岡田は右中間へ2点タイムリーツーベース。7回の表にバファローズが3点を追加します。10対2になります。8回バファローズはマウンドに村西を送って、角中がヒットで出たんですが、中村ダブルプレー、なかなかつながりませんでした。続くレアードはバットの先ショートゴロに倒れます。甲
回は9回マリーンズは唐川をマウンドに送りますが、この回バファローズ打線がつながります。紅林が4安打目となるタイムリーツーベース、さらに山足ライト前タイムリー。今日ヒットがなかった伏見ですが、このセカンドゴロの間にランナーが帰って打点はマークしました。バファローズ打線が9回も攻撃の手を休めませんでした。宗にもタイムリーが出て、結局21安打15点を取ったバファローズ大勝というゲームでした。吉田さん、はい、マリーンズ先発した三馬投手のコメント入ってきたんですが、非常に言葉少なですね。はい。